辰年の年賀版画、下絵の描き方の例です。はがきサイズの枠を描いたら、その真ん中あたりに長四角を描きます。これが顔になります。頭から突き出すように鹿のような角を、横に飛び出すように牛のような耳を描きます。ラクダのような鼻と言いますから、鼻の穴を大きくして、鼻の上にシワも描きます。歯をギザギザにして大きく開けたワニのような口にします。鬼のような大きな目玉と怒ったような太い眉毛を描きます。顔の周りにギザギザの毛を描きます。ライオンのようにぐるっと全体に描いてもいいです。蛇のようにぐにゃりと曲がった体を描いたら、鱗と蛇腹と呼ばれるお腹の縞模様を描きます。背中にもトゲトゲを描いたら、鼻のところから長いひげを描きます。線の重なりを意識しながら、油性ペンで裏に映るようになぞってください。これで龍は完成です。文字を入れる場合は龍に重なるように書きましょう。最後に朱のハンコを押す場合は、その場所も開けておきます。これを裏返して版に転写しましょう。縦書きにしても同じようにできます。